京都市交通局900系電車は、京都市電の路面電車である。戦後、1955年から1957年に、かけて35両が製造された。ワンマンカー改造後の1900型についても、この項目で記述する。900型は、全長12.9メートル、窓配置 D10D の二軸ボギー車で、同時期に増備された800型より、 窓一個分車体が長くなったほか、前面中央部の窓が広くなり、それに合わせる形で、行き先方向膜も拡大された。これらの変更点によって、外観上は800型に比べて重厚で貫禄があり、なおかつ鈍重でないという、600型から始まる京都市電スタイルの一つの頂点に立つ美しい車両に仕上がった。また、 この前面は800系、第3グループにも採用され、後には700型にも受け継がれることになった。このほか、900型からは、車内照明に、蛍光灯を採用している。いわゆる京都市電スタイルは、900系以降軽量化されリファインされたスタイルが、700型に継承され、機能的に直線化された形で2000型にも、受け継がれるが、好みの分かれるこれらの形式に比べると、 900系の重厚で貫禄のあるスタイルを好むファンは、世代を問わず幅広く存在する。900型は、間接制御車と直接制御車の2タイプに分類される。900型は、間接制御車が、カラスマ車庫に、直接制御車のうち916から925が、ミブ車庫に、926から935が、急乗車庫に、それぞれ新製投入され、 全路線で運用された。当初は戦前から続く青電カラーであったが、700系登場後は色調を明るくして、紙ファンクリーム、腰回りグリーンの京都市電カラーに塗り替えられた。また、間接制御者のデビュー当時には、放置の方向幕が準備されており、当時実施されていた、京福電鉄営山本位線宝ヶ池駅への、 軽輪輸送の予備車として重当されることを想定していたと思われる。間接制御車で採用されていた男性車輪は保守の関係上、1965年から1966年にかけて通常車輪に変更された。この他、時期は不明であるが、制御機として DB-1 を搭載していた931から935も KR-8 に換装されている。 1970年には直接制御車のうち916から931がワンマン化の対象となり1900型に改造された。改造されずに残った車両のうち制御装置の異なる901.902の2両が伏見線の廃止と同時に廃車となり残る間接制御車13両も 800系間接制御車と共に1971年7月1日付で廃車された。直接制御車の内通ンカーで残った932から935の4両は、急上車庫から西木林車庫に転属したが、カラスマ線廃止に伴う通ン専用車の運転終了により、1974年4月1日付で廃車となった。 ラストナンバーの935号は交通局の保存車に選定されて保管され、2014年3月8日からは梅麹公園で展示されている。1900型は2600型に始まる京都市電ワンマンカー改造車の最後の形式として、1970年に登場した。 タネ社は直接制御者グループの916から931の16両で、改造方法もすでに登場していた1800系、同様、全中、ドア式のワンマン車に改造され、車両番号の不番も1800型に倣って、元の番号に線を追加されたものになった。改造点に関して、側面部は、あと、扉を中央部に移設、あと扉の後は、鉄板で塞がれ、 旧ごとびラブの窓は締め切りになった。正面部に関しては、中央一等の大型のものだったヘッドライトを左右対称に小型のタイプを二等設置する形に変更し、元のヘッドライトの位置にはワンマンカー表示のドンが設けられた。また、終電装置も従来付けていた Z パンタを自動引き下げ装置付きビューゲルに交換した。改造量数が十六量と半端なのは、 当初の財政再建計画で残す予定だった外郭線と河原町7条の各線での所要量数を勘案して改造したものであると想定されている。1900型は登場後、カラスマ車庫に集中投入され河原町線を走る後、13、15の各系統のワンマン化に貢献した。その後、1974年2月に1922号を千本、 北大路船岡公園前館での逆走事故で失う。残り15両は1977年10月の河原町7乗船廃止に伴い、1 9 2 1 1 9 2 5号の2両は広島電鉄に先行移籍したが、残り13両は京都市電の廃止の1978年9月まで活躍した。1 9 2 5号は、 京都市電全廃日の最終便に充当され、最後に入庫する際には、多数の京都市民が取り囲んで、拍手や交通誘導の笛が鳴り響く中で別れを惜しんだ。全廃後、残りの13両も広電に移籍し、広島電鉄1900軽電車になった。書籍により、京都時代の車番について移設が存在する。元資料は HP 表記。 日本馬力と解釈し、1HP イコール 0.75kW で換算。ありがとうございます。